大田原キャンパスはですね、今から26年前にこの大田原で今度はですね、発祥の地になります。だからこれは今年 の、 国家試験の合格結果なんですけども、非常に高い合格率ですね。医療士のスペシャリストというぐらいの上でお話をさせていただきたいと思います。あなた自身が看護職を希望されるときに救命救急をする、そういうような職種もあるでしょうし、空気をつなぐ大切なものになります。このチューブが例えば発信したい、患者さん噛み切っちゃう、そういう時に患者さんも呼吸できません。だいぶさっきより綺麗になった。そうなの、意外とね、指の間っていうのが結構残りやすい。これを見合わせることによって印象が予防できたり、で私たちが腰の印象をアプローチしましょう。でそこで着目が注目されているのが特にサイズ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。間違って言われた方が、ね、いらっしゃったんで嬉しいです。ありがとうございます。作業活動をやってる時 の、 頭の中をリアルタイムでこうお見せしようかなと思います。前頭葉と呼ばれるとこですけど、こう赤くなってると頭を使ってる、脳を使ってるっていうことですよね。どうでしょう皆さん、こうもう一目瞭然動き出してからもう真っ赤っかで使ってるんですね。放射線で細胞を壊すっていう力があるんですけど、それを使ってがん細胞を殺していくっていう感じです。何だか分かりますか？お、そうです。これキャベツ、キャベツか、これここに芯があって、芯がこれで私らの学科はこの右側の部分、一つは福祉の関係の国家資格を出ますけど、もう一つは医療経営マネジメントなど診療療法管理士を筆頭にしたいろいろな国家資格があるわけですが、無事ゲットできたとしましょう。そしたらどこに行こうかな。すごくボランティア活動をするおすすめかなっていうところで、ですので昨年の情報をですね、すべて活かせると思ってください。6個の入試区分があると考えてください。そのうちまず洗顔性入試として10月と11月